スリッシュ。いや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 、静かながらいい天気ですよ今日は。ほんま、すまんな。あんまり天気がいいもんでさ、またニョキッと出てきちゃったんですよね、俺。これね、平田を、平田、なんていうんですか、平田ぼっぽ下回れへん。いやいや、今起きたとこなんでね、実は。すまんな。いやー、やっとって感じですよね。やっとね、寒さからこのあったかいね、暖かい季節に変わってきましたよね。もう今年も川へ飛び込むぞ俺は。毎年飛び込んでるわけじゃないな俺ら、ハマってんねんな。なんかドボンとハマってるね俺。もう2回ぐらいハマったんちゃうかな、川に。遊んでてね、服のままドボン行ったね。もう俺海でもね、一回ね、突っ込んで行ったことあるんですよね、海に。そう考えてみたら YouTube もいろんな思い出があったな。楽しい思い出ばっかりですよ。楽しいですよね、でもね。ほんま思い出ですもんね、これね。おー、この桜の散った後の12号線も綺麗なもんやの。ほんま奈良市、うまいこと言ってんのかな。せっかく1年近くも待って、8ヶ月か、8ヶ月も待ってね、これで奈良市失敗してたら、もうほんま泣きよね、もうこれ。もう泣くよ、これ。絶対嫌やな、そんな。まあ、今慎重にねやってますけどね、自分でも。まあまあ最近でもちょっとね、慎重にっていうよりか普通におとなしく乗ってるような感じですよね、またね、アクセルはねフルには上げてないですね、未だかつて1回も。うわーっとは行ってないですね、もう半分、もう半分ちょいぐらい行ってるかな。フルにはもうアクセルは回せないんでね、まあ大丈夫やと思うんですけど、まあ一回ちょっと 原大先生に見てもらわんとね、何とも言えませんけどね。YouTube ね、いろんなコメントもらって、なんかもうこのゆるくね、ふんわりやってるような感じなんでしょうね俺。そこまでね、意識はしてなかったんですけど、たまにそういうコメントがあるんですよ。こうゆっくりした感じがいいっすねみたいな感じで、ふんわりこれからも頼ませみたいな感じでコメントが入ってくるんですけど、自分ではねそこまで別にふんわりゆっくりやってるつもりはないんですけど、正確なんやろな。それが出とんねやろな、知らんけど、まあ、なるべくねテンション上げて喋るようにはしてるんですけど、あんまりテンション上げすぎてもね、やかましいだけに聞こえるんですよね、後で自分で見てても。
程よい感じでね、なんか喋るのがええやろな、退屈せん程度にね。まあまあまあ、思い出動画として残してんのが第一なんですけど、しかし綺麗なこれなこれほんま、これ未来になったらドキュメンタリー映像になるのかな、昔の日本の景色みたいな感じでこういう景色があったんだみたいな感じでね、残ってもおもろいなこっち行ったのか、久々にこの道通ったのか好きってすまんなこの道ね、なんか静かでね、好きなんですよ、これこの道、あんまり車も通らないんでね。ほっこりしてるんですよ。わあ、めっちゃ気持ちいいんやこれね。ここでよくね、あの辺でね、人がよく川遊びしてるんですよ。この辺で誰もおらんのかな、みんなこの辺車止めてね遊んでますよ、この川で。うわ気持ちいいね。じゃないですか。すめんなすめんな、いやーめっちゃ気持ちいいよね、うまそんな綺麗とは言いませんけど、別にまあまあ遊ぶ分にはね十分は思いますよ。浅いですしね。喜ぶんじゃないですか。水遊びね。
バスル。めっちゃ気持ちいいな、ここ。おお。難しいね、今日はほんま。テーマは癒しやな。なんて癒されちゃってるんだろう。この藤の花がね、綺麗に咲き乱れてるんですよ。夏の幕開けですね。こりゃどうも。こりゃどうも。そんな気がしますよ。癒し真っ最中。ちゃうかな。結構な距離走った思うけどね。測ってないけど。あかんがな。測らなあかんがな。でもね、奈良市運転ツーリング、4月11日愛媛行ったでしょ。
あの時で800キロ、700、800キロぐらい走ってるんですよ。ほいで帰ってきて多分300ぐらい走ってんちゃうかな、俺も帰ってきて、もう300、400行くか行かんかぐらい走ってんちゃうかな、足らんのかな、まだもうちょいかな。あんまり慌ててね、そんな失敗するのも嫌やし、癒し鳴らしツーリング、ツーリングちゃん鳴らし散歩、こんなもんねえちゃうか、とはそんなこんなでまた会おう